ファルコンさんなら1時間35分ほど前に外出しました。なので寮にはいませんが。申し遅れました。私はエイシンフラッシュ、スマートファルコンさんと同室の者です。ファルコンさんのトレーナーさんですか？緊急であればスマートフォンで連絡なさるのが確実かと。ただ彼女が確認するかは不明です。この時間だとすでに電源を切り待機中かもしれないので。あ、それは。いやー、すごかったな、サイレンス鈴鹿。まさかあそこまでぶっちぎるとは。ああ、俺たちはあれを見たかったんだ。鈴鹿とセンターのウイニングライブ、楽しみだな。まだデビューしてないんじゃない？それよりさっきのライブでさ、鈴鹿が。どうだったかな？いつか大きなステージで歌えることを夢見て、夢見て。いつかっていつなんだろう。って誰も答えられるわけないか。私、小さい頃からアイドルが大好きだったの。だってみんな可愛くて、いつでも笑顔でキラキラ輝いてたから。私も絶対アイドルになるんだって根拠もなく信じてたけどね。それがちょこっとだけ変わったのは、初めて見たレース。ウマ娘もアイドルみたいに歌って踊るのを知って不思議だったの。最初はその理由を知りたくて見に行っただけなんだけど、全力で走る彼女たちに私はすぐ夢中になった。興奮してドキドキして、一秒だって目が離せなかった。でもね、本当にすごかったのはその後のライブ。走ってる時に見た輝きがスポットライトでさらに増して、これだって思った。ウマ娘が一番輝くのはレースの時、ウイニングライブはそのキラキラの結晶なんだって分かったの。だから私は決めたんだ。私も彼女たちみたいに、ううん、誰よりも輝いて希望を与えるウマドルになるって。そう、今日の鈴鹿ちゃんみたいに観客がいっぱいの大きなレースで勝ってセンターに立ちたい。私もいつかあんな風にウマドルとして輝きたい。いつかあそこに立ってみんなを感動させたい。いつか
諦めないで頑張って、いつかは。そう自分を信じてがむしゃらに進んできたけど、あ、もちろん諦めたくなったわけじゃないよ。マルコにとってトップウマドルは絶対掴みたい夢だもん。でも今日はなんだかその夢が遠くに思えて、鈴香ちゃんがすごすぎたからかな。うん、そうだよね。それも本当は分かってるんだ。入学してから先生にも何度かダートを勧められてたの。その方が私に適してるからって。でもね、トレーナーさんなら分かるでしょ。ダートじゃトップウマドルにはなれない。そう、ダートじゃどうしたって今日鈴香ちゃんが立ってたみたいな大きなステージにはいけない。ファンの人はどうしてもスターウマ娘の多い芝に注目する。ならその中で競う子たちがトップって言われるのは当然のこと。確かにダートで頑張ったらもしかすると今よりいい成績を出せてセンターに立てるかもしれない。けどセンターなら何でもいいってわけじゃないよ。ウマドルとして生まれたからにはトップを目指したいの。自分の適性で踊れるステージが限られちゃうなんて絶対嫌だから、ファルコは妥協したくない。するわけにはいかない。バカだなって思うよね。けど誰にそう思われてもいいの。私は芝で挑戦し続けるよ、夢をつかむその日まで。じゃなくてファルコって呼んで、そっちの方が可愛いから。